YouTube でちびっこバス太陽を検索してね。ちびっこバスたちの恐竜の友達1。おや、遊園地から出てくるちびっこバスたちがいますね。すごく面白かった。明日もまた行こう。いいね。お、みんなあれ見て。あ、見るって何を？あ、何もないけど。確かにさっきまではあそこが光ってたんだけど。見間違いじゃない？違うよ、本当に見たんだ。あそこに行って確認しよう。太陽、早く。こっちで合ってるかな。太陽、もうやめて帰りましょう。そうだよ、暗くなったし。そろそろ着くと思う。もう少し進もう。こっちだったよね。こっちかな。行き止まりだよ。確かにここで光ってたのに。よいしょ。太陽、大丈夫？みんな入ってきて。こっちだよ。よいしょ。さっき光った場所がここだと思う。入ってみよう。僕怖いし嫌だよ。私もお化けが出そう。来ようって言った太陽が先に入ってよ。僕一人で。一人は怖いよ。太陽も怖いんだろ。違うよ、何が怖いの。わかった、僕が入ってみる。太陽、何もなさそう。そう？もう帰ろう。待ってよ。待ってよ。早く来てよ。ゆっくり。でもさっき太陽が見た光ってなんだろう。見間違いじゃない？僕もわからない。あ、でも太陽、学校のバッジがないぞ。どこだろう。さっき洞窟で落としたのかも。そうかな。一応洞窟まで行ってみたらどう。僕一人で。僕たちは明日仕事があるからね。早く行こう。後でね、だよ。分かった。大したことないよね。タヨはバッジを探すために一人でまた洞窟にやってきました。どこで落としたのかな。暗くてよく見えない。幽霊だ。助けて。ダメ。助けて。僕浮いてる。どうなってるの。怯えたタヨが急いでシャコに帰ってきました。みんな、早かったわね。バッジは見つかった。タヨ、何かあったの。洞窟で怪物。何？洞窟で怪物が出た。怪物ありえない。本当だよ、恐竜みたいな怪物で僕空中にも浮かんだんだよ。タヨ、冗談やめてよ。バッチも空中を飛び回ってて。じゃあ今バッチはどこに。それは太陽、夢を見たんじゃ。カニも信じてくれないの。眠い。もう寝ましょう。みんな
翌日、ちびっこバスたちはまた野山の洞窟に向かいました。怖くても僕のこと置いてかないでよ、いい？もちろん、僕は怖がりなタヨとは違うからね。なに？ロギー？もう！はい、現在異常なしです。入れないみたい。どうなってるの？君たち、ここは危険だから帰りなさい。はい。ほら、言った通りでしょ、怪物が出たから調査してるんだよ。タヤの話本当みたい。そうだね。あれなんだ？バッチが飛んでるよ。怪物がまた来たんだ。どうなってるの？ギャーギャーギャー。みんなちょっと、優しい子みたい。タヨのバッジも見つけてくれたし。ギャー、君が見つけたの？ギャー。ありがとう。言葉がわかるみたい。僕の名前はタヨ。君、お家はどこ？ギャーギャー。洞窟を指してるのかな。次はこっちの道を探そう。ギャー。しかし、本当に恐竜か？そうだって。ギャー。どうしたの？君たち、こんにちは。こんにちは。もしかして恐竜みたいな動物見た？恐竜？恐竜を見たと通報があってね。この辺にはいないようだ。そうか。でもどうして恐竜を探してるの？その恐竜を見つけたらどうするの？珍しい動物だから研究したり、危険かもしれないからどこかで保護する。連れて行くの？僕たち見てないよ。そう、もし見たら絶対に通報して。じゃあ、あっちも行ってみよう。タヨ、なんで恐竜を見てないって言ったんだ？本当のことを言ったら連れて行かれると思って。そうだね。あ、じゃあ見つからないように守ろう。いい考えだね。そうだね。恐竜くん、守ってあげるからね。一緒に行こう。ギャーギャー。ちびっこバスたちは恐竜と一緒に車庫に帰りました。すごく可愛い。僕たち恐竜に名前をつける？いいね。何がいいかな。ティノはどう？ティノ？テレビで見たティラノサウルスと似てるから。とっても似合うよ。そうだね。これから君の名前はティノだよ。どう？ギャー。ティノも気に入ってみたい。ロギー？ギャー。なんだ、ここにいたの？ロギー、さっきお願いした掃除は全部終わったの？掃除？掃除したか見るからちょっとどいてくれる？ちょっと後で見てよ、お願い。ロギー、掃除しなかったの？それが…早くそこをどきなさい。それが…早く。はい。ロギー、すごいじゃない。本当に綺麗に掃除したわね。こんなに綺麗なのにどうして見せなかったの？花がびっくりすると思って。まったく、もう。それじゃあ楽しく遊んで。どうなってるんだ？ギャオ。ギャオ。ティノがしたの？本当にありがとう、ティノ。ティノ最高。ギャオ。翌日、タヨとティノは車庫で一緒に遊びました。気持ちいい。ティノ。
あれどこ？キャッ、ういキャッ。おおやキリの超能力使うなんて待てタヨとティノは車庫で一緒に過ごしてもっと仲良くなりました。ところが恐竜を探す人たちがティノの足跡を見つけました。ここに恐竜の足跡がある。何？どこに行ったんだ？これはタイヤの跡じゃないか。どの車のタイヤなのか調べなければ。ある日の夜、野山の洞窟で神秘的な赤ちゃん恐竜ティノに出会い、車庫で一緒に過ごして友達になったちびっこバスたち。ほんとかわいい。ところが恐竜を探していた研究員たちがティノと車の痕跡を見つけてしまったのです。これからちびっこバスたちとティノにどんなことが起こるのでしょうか。ちびっこバスたちの恐竜の友達に、タヨはティノと一緒に車庫で楽しい時間を過ごしています。ティノと一緒にいるから車庫にいても楽しい。キャーン。でもティノ、どうやってここまで来たの？ギョーギョー。おお、ギョーおおおお。さあ、洞窟から来たんだ。ギョー。じゃあティノのお家もその先にあるの？ギョー。え、家族に会いたい？うん、そっか。タヨ！大変だよ！え、どうしたの？帰り道に見たんだけど、洞窟あたりを見張ってる人が増えてた。本当？じゃあ、あのあたりに近づけないね。ティノ、元気がないみたい。あ、みんなで遊園地に遊びに行く？遊園地？うん、ティノも絶対喜ぶよ。そうしよう。ちびっこバスたちはティノと一緒に遊園地に来ました。ティノ、ここが遊園地だよ。かっこいいでしょ。メリーゴーランドから乗りに行く？いいね。もう終わっちゃった。そうだね、残念。もっと乗りたいのに。キョンキョンキョン。どうなってるの？よくわからない。ティノ、君がしてくれたの？キャン。本当に最高。行くよ。お花を見に行く？綺麗なお花が本当にいっぱいなんだ。僕の風船。どうしよう。僕の風船だ。すごい。ありがとう、ティノ。ギャー。ティノ、すごくかっこいいね。ティノのおかげでメリーゴーランドもずっと乗れたし、風船も戻ってきたしね。ありがとう、ティノ。ティノがいなくなった。突然どこ行ったんだ？一旦手分けして探そう。速報です。野山で恐竜と推定される動物が目撃されました。この動物を見た方はすぐに通報してください。
あら、恐竜が発見されたって。ちょっと、もしかしてこのバスを見たことある？太陽かな、よくわからないけど。あ、太陽？ティーノ、ティーノ、どこ行ったの？わあ、恐竜よ。かわいい。中に人が入ってるんじゃ。ティーノだ。本物の恐竜じゃない？まさか、おもちゃだって。ここにあったんだ。なくした僕の恐竜ロボットのおもちゃだ。本物みたいでしょ。ほら、おもちゃだっただろ。よく作られているわね。ギャン、すごく探したよ。どうやってここまで来たの？ギャン、いなくなってびっくりしたんだから。うん、さあ乗って。ギャンギャンギャン。あ、あれは、もしもし、ニュースに出ていた動物を見ました。ちびっこバス、はよ。さあ、もう一人で行っちゃダメだよ。ギャオギャオ。くすぐったい。ちょっと見て、空に星がたくさん。あの星座見て。あの星座、まるでティノみたい。キャー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 。お、バスの形の星座だ。ティノと私たちみたいに。キャーキャー。ティノ、もう家には帰らないで僕たちとずっと暮らそうよ。毎日一緒に遊ぼう。キャーうわ、楽しい。楽しい。うん、最高。キュキュキュ。でもやっぱりティノはお家に帰りたいんだよ。そうだね、僕たちと暮らしてもきっと家族に会いたくなるよ。ティノ。僕たちティノをお家まで送ってあげよう。でも、洞窟を見張ってる人がいるよ。けど、何か方法があるはず。わかった。よし、あそこだ。ティノを捕まえに来たんだ。どうしよう。ティノ、早く乗って。キャン、野山に行こう。おい、どうしよう。恐竜を渡せ。僕の意図を進めないわよ。飛んでる？まさか。ギャン、ティノ。タヨ、見てよ。空に浮かんでる。早く捕まえるんだ。ギャン。僕たちも飛んでるよ。行こう。どういうことだ。信じられない。よし、早く野山に行こう。ちびっこバスたちが野山の洞窟近くに着きました。まだ見張ってる人がいるよ。どうする？作戦を立てよう。作戦？大変よ。どうしたんだ？何？早く行こう。急ぐんだ。何が出たんだ？これなんだ？どうしたんだ？今だよ。
なんだこれ。成功。やったぞ。成功したのね。もちろん。さすが。そんな。さあ、もう降りてもいいよ。ぎょん。ぎょん。もうさよならなんだね。ギャオティノギャオ。おお、バスの形の星座だ。ティノが私たちみたいね。ギャオ、ギャオ、僕たちずっと忘れないからね、ティノ。そうだよ、すごく会いたくなると思う。キュー、あ、待って。キュー、これ持って行って。キュー、ティノが見つけてくれたバッジプレゼントしたいんだ。キュー、キュー、キュー、早く行って、家族が待ってるよ。またね。また会おうね。キュー、キュー。またね、ティノ。ちびっこバスたちとティノはお別れしました。またいつか必ず会えると信じています。トラミーの願い。トラミーが停留所でお客様を降ろしています。さようなら。ありがとう、トラミー。またね。ふう、今日の運行も終わった。帰ろうかな。何かに似てる四角いバス、ふわふわ食パンみたいぞ。お疲れ、トラミー。お疲れ。運行が終わって帰るところ。うん。ところで、さっきの歌って何？今日学校で習ったんだ。うわ、学校で歌も習うんだ。うん、すごく楽しいぞ。週末は何して遊んだの？週末も運行してたけど。そう？俺は遊覧船に乗ったよ。うわ、本当に楽しそう。じゃあ俺たち行くね。またね。またね。いいな、みんなでいろんなところに遊びに行けて。私は毎日同じレールの上で過ごしているだけ。その日の夜、トラミーは眠れませんでした。どうした、トラミー、何か心配事か？その、車の友達が羨ましくて。羨ましい？うん、みんなはどこでも自由に行くことができるから、私ももっと広い場所に行ってみたい。そうか、うん。ああ、トラミーが好きな星座の話をしようか。星座の話？うん、話して。夜空には動物と似た星座がたくさんある。あ、牛、ワシ、サソリ、それからライオンもいる。わー、本当に綺麗。あそこにはコグマサと。トラミーはスカイの話を聞いて眠りにつきました。翌日になりました。今日もトラミーが運行していますね。さようなら。あら、まあ困ったね。どうしたの、おばあさん？大切な帽子が飛ばされたんだが、猫がその帽子をかえて野山の方へ行ってしまった。あそこは道もなくて行くこともできない。じゃあ私が探してきます。本当にいいのかい？もちろん。猫ちゃん、猫ちゃん、どこかな。帽子だ。帽子が勝手に動いた。こんにちは。いい子だから、この帽子返してくれない？おばあさんの大切なものなの。にゃん。
ありがとう。おばあさん、帽子を持ってきました。ありがとう、トラミ。いいよ。はーい。やっ、どうなってるの。私はマジッククルマのルーシー。マジッククルマ、うん、大切な帽子を探してくれたから願いを叶えてあげる。どんな願いでも話して。願いを、うん、私の願いは、私の願いはタイヤがついた車になること。車、うん、車になってどこでも自由に行ってみたい。そうなの、そのくらい問題ないわ。本当に。それじゃあ、よーし、いいや。ここどこ？どうして私ここにいるの？私にタイヤがついてる。本当に願いが叶ったんだ。トラミー、みんな、これ見て。タイヤがどうしたって言うんだ？それがタイヤが。早く学校に行こう、トラミー。そうよ、遅れちゃうわよ。学校？学校に行くの？うん、そうだよ。何驚いてるの？早く行こう。うん。ちびっこバス、タヨ。みんな、今日もみんなで楽しく一緒に歌いましょう。はい。何かに似てるよ、四角いバス。ふわふわ食パンみたい、そっくりこ。何かに似てるよ、長い汽車。つながったソーセージみたい、学校にいるなんて本当に夢みたい。授業の後、トラミーとみんなは楽しく遊びました。ヤッホー、ヤッホー。私はこっちだから。あ、どこ行くの？車庫に帰る道はこっちだよ。車庫に帰る？うん、そっちは野山だよ。ああ、そうだよね。車庫に来たトラミーはみんなと一緒に寝床につきました。みんな、花火大会すごく楽しかったね。うん、あんな素敵なもの初めて。そうだね。僕もう寝るよ。おやすみ、みんな。おやすみ。これからずっとここで寝るのかな。眠れない。スカイが聞かせてくれる星座の話を聞きたい。トラミー、夜空には動物と似た星座がたくさんある。牛、ワシ、サソリ、それからライオンもいる。わー、本当に綺麗。スカイ元気かな。そうよ、一度スカイのところに行こう。どうして塞がれているの？ここから入ろうっと。よいしょ。スカイ。君は誰？私、トラミーよ。トラミー？
初めて聞く名前だ。私のこと覚えてないみたい。ところで路面電車の運行は？路面電車？前はあったんだが、しかし随分前のことだから覚えてない、うん、さあ君もそろそろ家に帰りなさい。家に？うん、遅い時間だ、帰りなさい。車になって嬉しくないの？いいえ、車になって自由に走ることができて本当に嬉しかった。でもスカイが私のことを忘れてしまって悲しい。あら、そうなのね、うん、また元の姿に戻りたい？うん、また路面電車の運行をしてスカイとも一緒にいたい。じゃあ今みたいに自由に走ることができなくなるけど後悔しない？うん、もちろん。わかった。じゃあ元の姿に戻してあげる。いいや。ドラミ。早く起きないと。私元の姿に戻った。スカイ、私誰だかわかる？何言ってるんだ。もちろんだよ。元通りになってよかった。本当に。どうしたんだ、変だぞ。トラミー、スカイ。おお、おはよう。おはようございます。ルーキーとパッドか、どうしたんだ？二人に伝えたいいい知らせがあってね。今日からトラミーの運行路線が増えるんだ。これからはトラミーは街のあちこちに行くことができるぞ。うわ、本当？うん、前からスカイに頼まれてたんだけど、ついに今日開通したんだ。スカイが？うん、もっと広い場所に行ってみたいんだろ。スカイ、本当にありがとう。たくさん路線が増えたけど、ちゃんと運行できるか？うん、問題ないわ。街のことはもうよく知っているから。そうだ、スカイ、今日星座の話をまた聞かせて。また？うん、わかった。あ、やった。元に戻ったトラミーはスカイと一緒にいてとても幸せでした。小さな魔法使いアスラ。ある晴れた日の午後、ちびっこバスたちが遊び場にいます。何して遊びたい？鬼ごっこはどう？ダメ？もっと面白いことがいい。鬼ごっこは昨日もやったしね。僕が面白いもの見せてやるよ。何しよっかな。トラよ。次は君たちの番だ。えっ、トラが風船になっちゃった。僕小さくなってる。どうなってるの？お、俺はなんともないぞ。ロギー、上を見て。あ？え？頭が！何が起きてるの？すっごく面白いよ。あ、君は誰？僕はアスラ、魔法の国から来た。僕の魔法気に入った？君がやったの？ああ、面白いだろ。全然面白くない。元に戻してくれ。うん、やだね。じゃ、僕もう行くよ。どこ行くの？僕らを元に戻して。みんな大丈夫？大丈夫。あの子どこ行った？もうどっかへ消えちゃった。名前はアスラだよ、見つけ出さなきゃ。そして次の日。うん、あの人にしようかな。あら、雨だの？何なの？絶対！超面白い。ありがとう、また頼むよ。うわぁ、大きいですね。じゃあもっと大きくしてあげるよ。うわぁ！
これは魔法じゃないかな。あの子はアスラ。うわブーだ。やったな。待て、あれ見失っちゃった。向こう探してみよう。この辺にいるはずだ。はい。あ、みんな何してるの。何何。アスラがいたんだ。昨日僕たちをからかった子だよ。本当に間違いない。あそこにいるわ。どこどこ。あ、うん、おい逃げるな。待て。もう追いかけてきてないな。見つけたか。あれ逃げなくていいの。待て。もう逃げられないぞ。いたずらするのはやめて、お家に帰りなさいよ。バイバイ。忘れたのか。僕にはこれがあるんだぞ。ほら。あれどこ行ったんだろう。魔法の杖がない。君たちのせいだ。え、なんで僕たちのせいなの。逃げてる途中でなくしたからだよ。魔法の杖がなかったら家に帰れない。はあ、俺たちのせいじゃないぞ。そうよ。ねえみんな、魔法の杖を一緒に探してあげようよ。なんで。アスラに早く帰ってもらうためさ。このままじゃずっといたずらされちゃうしね。そうだね。よしアスラ、魔法の杖を見つけたらすぐに帰らなきゃダメだよ。わかった。見つけたらもっといたずらしてやる。よしじゃあ行こう。ちびっこバスたちとアスラは魔法の杖を探しています。あーないな。ねえここにもないみたいだよ。ロギーそこにありそう。いやないと思う。あ、とりあえず滑り台で下へ降りるよ。ウッホー。ウエーイ。もうびっくりさせないでよ。ごめん。でもさ、せっかくここへ来たんだし少し遊ばない。そうしよっか。いいね、遊ぼうよ。あ、俺からだぞ。なんでよ、今やったばっかりじゃない。僕、何？僕も遊びたいな。アスラ、君も一緒にやりたい？ああ、僕はいいよ。本当？じゃあ僕一人で行くね。あ、待って。あ、僕、行くよ。準備はいい？うわ、行くよ。どうだい？楽しいだろ？おっと、悪くなかったよ。もう一回やらない。やる。ちびっこバスたちとアスラは魔法の杖のことを忘れて夢中で遊んでいます。楽しかったなみんな。君も楽しかったんだね。いや、いまいちかな。君が一番はしゃいでたじゃないか。違うよ、はしゃいでない。ねえもう帰りましょう。花が心配してるわ。了解。待って、僕の杖はどうするの。もう遅いし、また明日探そう。帰ろう。わかった。これでまた明日もみんなと遊べる。アスラもバスの車庫でみんなと寝ています。アスラ、うん、どうして魔法の国からここへやってきたの。ああ、それは友達を作りたかったからさ。え、向こうに友達はいないの。みんな退屈だし、僕の魔法も嫌いなんだ。それは君が魔法で嫌がらせをするからだよ。は？何にも知らないくせに。ねえアスラ、僕が嫌がらせ、アスラやめてよ。全然面白くないよ。君とはもう遊びたくない。友達になりたかっただけなのに。ちびっこバス、タヨ。次の日、
ちびっこバスたちとアスラはまだ魔法の杖を探していました。ここにもないわ。ガニ、そっちにある？ないよ。どこ行っちゃったんだろう。不思議だよな。あ、あれかな。僕の杖だ。見つけたぞ。でも杖が見つかったらもうみんなと一緒に遊べなくなっちゃう。アスラ、見つかったの？ないよ。ああ、ここにはないみたいだね。そうだね。これからどうする、じゃあさ、ちょっとだけ遊んでからもう一回探すのはどう？そうする？じゃあ、そうだ、上位のショーを見に行かない？上位って誰？はみんなびっくりするよ。上位は魔法の杖なしで鳥やお花を出すんだから。本当に？僕行きたい。よし、上位の勝利、出発！すごい。お次は、これをこうすると、おお、じゃじゃーん、すごい。おお、かっこいいよね。上位はすごいんだ。何にも持ってないよ。ほら、じゃじゃーん。僕は魔法で嫌がらせしてた。でも魔法はみんなを楽しませることもできるんだ。みんな、この帽子の中から何が出てくると思う？僕知ってるよ。白い鳩かな。そうよ、このマジック大好き。いくよ、じゃじゃーん。あれ？え、どうなってる？じゃじゃーん。どうなってる？あれ？ちょっと待って。どうしちゃったんだろう。嫌だ、みんなをがっかりさせるなんて。アスラ、それ君の杖だよね。バレちゃったか。みんなありがとう。一体何が起きたんだ。さっきのあなたがやったの？そっか、最高だったよ。だよね。なんで杖が見つかったことを黙ってたの？だって僕、魔法の国へ帰りたくなかったんだ。あっちには友達がいないから。大丈夫だよ、これからたくさん友達ができるって。そうよ、あなたはもう友達を困らせたりしないもの。ああ、さっきも魔法で僕たちをワクワクさせてくれたもんね。僕が？そう思う？もちろん、それに僕たちも君の友達だぜ。だよな。そうだよ。みんなありがとう。僕、これからは魔法の国の人たちとも仲良くなれると思う。どういたしまして。これはみんなへの最後のプレゼントだよ。すごい。アスラは初めてできた友達に素敵なプレゼントをしました。また会おうね、アスラ。大人になりたい。夕暮れ時、ちびっこバスたちが遊び場で遊んでいますね。やっほー、楽しい。すごく楽しい。僕たちもう一回滑る？君たち、シト、みんなここにいたのか。こんな時間まで遊んだらダメじゃないか。遅いからもう帰ろう。もうちょっとだけ遊んじゃダメ。ちょっとだけだから、お願い。ダメだ、夜遅くまで遊んだら危険だ。さあ帰ろう。早く入って寝ること。私はまた出ないといけないから。はい。ああ、もっと遊びたかったのに。シト、どこに行くんだろう。どこか面白いとこにでも遊びに行くのかな。僕もシトみたいに夜遅くまで自由に外に出られるといいな。みんな、さあ起きて。ア
と5分だけ眠ってもいい？ダメよ、早く起きて。はい。あ、ずるい。使徒も大人のバスたちもまだ眠ってるのに。いつも僕たちにだけ早起きさせて。チェ。運行を終えたタヨが車庫に帰るところですね。大人たちは夜は自由に外に出られるし、朝寝坊もできて不公平だよ。やれやれ。あ、おばあさん、どうかしたの？家に帰るところなんだが、突然タイヤが壊れてしまってね。ああ、それじゃあ僕が送ってあげるよ。本当に？いいの？もちろん。おばあさん、着いたよ。本当にありがとう。おかげで無事に着いたよ。このくらい。私も何かしてあげたいんだが、願いを一つ叶えてあげようか。願いを？うん、私魔法が使えてね、どんな願いでも全部叶えることができるよ。え、まさか。おやま、私の話が信じられないようだ。それなら、おどう？これで信じたでしょ？さあ、早く願いを言ってみて。願い事か。うん、あ、僕大人のバスになりたい。うん、大人のバス？うん、大人になったら遅くまで自由に遊べて、朝寝坊も思いっきりできるから。本当にそれが願い？後悔しないわね。もちろん。わかったわ。じゃあ願いを叶え。あれ、おばあさん、どうなってるんだろう。あ、ただいま。みんなお疲れ。おかえりなさい。お疲れ様でした。みんな突然その喋り方どうしたの？からかわないでよ。からかうって？だよ。ハナ、僕ね。え、僕？どうしていきなり僕なんて言葉使うの？みんなどうしたんだろう。だよ。こんばんは。まさか使徒？どうかしたの？信じられない。使徒子供になってる。それじゃあまさか本当に僕が大人になったってこと？やっほー。どうしたのタヨ？いやハナ、もしよかったらちびっこバスたちを連れて遊びに行ってもいいか？ちびっこバスたちと？もちろん。本当に？今から出ると帰りが遅くなるよ。当然よ。頼もしいタヨと一緒にいるのに何が問題なの？うわー、成功だ。じゃあ行ってくるよ。タヨ最高。大人になったタヨはちびっこバスたちと一緒に遊び場に来ました。大人って本当にいいな。こうやって夜も遊べるし。僕を捕まえてみて。待て。ち、捕まえられない。ハナ。ハナ捕まえた。使徒も子供だから完全にいたずらっ子だ。なんだ、僕ハナが迎えに来たのかと思ったよ。そんなわけないよ。僕たちタヤと一緒にいるのに。そうでしょ。今日は遅くまで思いっきり遊ぼう。やったちびっこバス、タヨ。はあ、よく寝た。大変だ、すっごく寝坊しちゃった。そうだった、僕今大人だった。寝坊しても叱る人いないんだ。それじゃあ今日は何して遊ぼうかな。
あ、みんなまだ眠ってるの？確か運行時間は過ぎているのに。さよう。あ、パッド、ルーキー。どうしてちびっこバスたちが運行してないんだ。ちびっこバスたちが運行しないからたくさんの人が困ってるんだぞ。ちびっこバスたちはまだみんな眠ってるけど。なら早く起こしてあげないと。太陽何してたんだ。それは僕も今起きて。え、太陽まで寝坊したらダメじゃないか。太陽が責任を持ってみんなの面倒見ないと。あ、僕が遅れたわけじゃないのに、なんで僕にこんなこと言うんだろう。仕事に行かなかったのはちびっこバスたちなのに、僕にだけ叱ってみんなひどい。でもみんな言ったことだし、今から思いっきり遊ぼう。タヨ、ここにいたのね。さ、行くわよ。どこに？どこって、ちびっこバスたちに使う整備用品を買いに行くのよ。整備用品？帰ってきたら時刻表も作らないといけないから、早く出発しましょう。タヨはみんなのために整備用品を買いに行き、時刻表も作りました。それから組み合わせはこれでいいよね。うん、難しい。つらい。なんでこんなに面倒な仕事が多いんだろう。もう日も暮れたし。でも僕大人なんだし、今からでも遊びに行こうっと。タヨ。また何？何って運行に行かないと。こんな時間に？なんで僕が？それはちびっこバスたちが夜遅く外に出たら危ないからじゃない。ああ、大人たちは遅くまでお仕事するから朝も遅くまで寝ていたんだ。だよ、遅れるわよ。早く出発しないと。真っ暗な夜にタヨが運行をしていますね。一日中休むこともできないし、一体何なんだ。いつもなら僕も眠らないといけない時間なのに。疲れた。危ない。危ないじゃないか。ちゃんと運転してよ。ごめんなさい。怪我したらどうするんだ。お気をつけて。終わった。何これ、せっかく大人になったのに辛いだけ。いいことなんて一つもない。どうしてここで泣いているの？魔法使いのおばあさん、大人になって喜んでいると思ってたわ。実は大人になったら何でも思い通りにできると思っていたのに、むしろ大変なことばっかり。そうなのね。大人になればできることが増えるけれど、でもその分責任のある仕事も多くなるわ。おばあさん、僕またちびっこバスに戻りたい。今度は本当に後悔しない？そう、わかったわ。願いを叶え。おばあさん、元に戻ったのかな。早く行ってみよう。ただいま。あよ、今まで一体何をしていたんだ。夜遅くに外に出たら危ないって言ったじゃない。やっほー。戻った、やったー。はよ、何が楽しいんだ。ごめんなさい。シト、ハナ、これからは遅くならないうちに帰るね。トラブルも絶対に起こさないようにする。そう。タヨは大人の大変さを知りました。そしてちびっこバスであることが本当に幸せなことだと思いました。